感じたり、ボーサーという業種の。ちょっと待って、ちょっと待って。それはあかん。はい、言うだけで。ちょっと待って、待って、早い、早すぎる。はい、リッツマーケットです。はい、言うだけでじゃねえよ。まだかじゃねえって。今日、商品紹介ですね。はい。はい。感じた時言わないんだもん。うん、なんかでも飽きてこないみんな。じゃあ新しいスタイルでいきます。それについてちょっと話し合います。あ、いや言うだけで。じゃあ言います。ガボラとリガボールより、ちょっと待ってこのテンションじゃ失礼だ。ガボールに、いやまあそうですけど、はい、ここはだってカメラ回ってるところでやる話じゃないじゃん。はい、じゃあどうしましょうか。あ、言うだけで。はい、言うだけでます。ガボラトリークラウンスカルプテッドオーバルキーパー&ツーブルドッグヘッド with ヘビーワイドオーバル&アンカーチェーンリンクウォレットチェーンのご紹介です。ウォレットチェーンなのにネックレスのご紹介です。ウォレットチェーンの紹介初めてですね。まずキーパーはこちらですよ。ほらキーパーって謎やっていう方のために、そう、ね、後ろの面とかもそう、裏側こうなってて、はい、ここにねフックがついてるんですよ、はい、これ何のフックかっていうと、はい、こういうところ、こういうところにこうやって引っ掛けるんですよ。ここです、このフックをね、自分の体につなぐパーツですね。 そのことをキーパーと言いますね。そうそう、このキーパーはスカルプテッドオーバルにクラウンが乗った仕様でございます。昔のねガボールってそのクラウンがね貴重だったんだよ。基本的にはね乗らないんだって。乗らないというか乗せない乗せない、特別な人にしか乗せてあげなかったんだってガボールナギーは、うん、であとアニマル、こちらね、ブルドッグちゃんが、おでこのところにチークラウンが施されております。スタンプに関しては結構自由度がありますね、うん、カスタムで作るんだったらもう遠慮なくしていただければ、うん、打ちたいところに打てますから。これリンクはこのパーツがアンカーリンクという、ね、刀のつばみたいなやつですね。ヘビーワイドオーバル HWO ですね。これガボルのウォレットチェーンってこれですよ。ガキの頃に憧れてたリンクは、ヘビーワイドオーバルのところに全部マルティスクロスですかね、はい、スタンプを押してありますね。で逆にね、このマルティスクロスなしとかでもぬるっとしてかっこいいですけどね。そうね、スタンプなしも意外と面白いと思う。俺個人的にはね、ヘビーワイドオーバルを叩きにしたい。チゼルドってやつとか、まあこういうカスタムができるけどね、楽しいよね。はい、うん、うん、かっこいい、いいね。正直ね、もう簡単に買える値段ではないですけど、これ一本持ってるのは間違いないですよ。あれこれ買うより一個でかいの買うのもいいと思いますよ、うんうん、この間もブログに書いたんですけど、うん、やっぱりね、女性はウォレットチェーンダサいっていう認識の方が多かった。ただ、それってここまでのウォレットチェーンを見てないから、あ、知らないからね。そう、こんなレベルのウォレットチェーンつけてる場合は女性は、え、なにそれっていうのが、そう、ね、普通にすげーって思われる。そりゃそうだって、50万、60万するんだけど。そうです、そうです。ここまで説得力があれば絶対ダサいことはないです。